よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは、肉山の道山です。今日もよろしくお願いします。今日ですね、初対面なんですけども、元 J リーガー田村選手に来ていただきまして、現役中のこと、まあ、その上がった後のこととかですね、聞いていきたいなと思います。いろいろウィキペディアとか見ると、たまたま大学も同じでして、僕はスポーツ推薦、勉強で入ったというね、この経歴の違いこれ大きいですよね。勉強で入ってプロっていうのは大きいんですよね、これね。田村さん、ぜひ、はい、よろしくお願いします。もういきなりなんですけど、はい、僕はまあ今ね、この始まる前に言ったように、流行ってる言葉というか、こうセカンドキャリアみたいなんてあるじゃないですか。特に企業さんがその言葉を使いすぎ、はい、それ使ってると、うちちゃんとしてるでしょみたいな、フォローしてますっていうのがすっごい嫌なんですけど、これからの後輩たちのことも、ね、例えば戦闘機でいろんなことやっていこうとは思ってると思うんですけど、どうすか。そうですね、まあ、僕はまずプロになるときに、やっぱり人並みの努力ではなれなかったなっていうのはやっぱり思ってて、そうっすね。でまずその練習量とか、そういう、まあ、いろんな今スクールとかたくさんあるんで、子供たち多いと思うんですけど、時間の考え方でいうと、その中で人より何倍も努力するっていうのは、その僕の中でその意識の違いで何倍も努力することだと思ってて、うん、そこは乗り越えてきた人間だと思ってて、プロになることよりも長く続けることの方がもう何倍もすごく大変だと思って、うんうん、その中をもっともっと突き詰めればやれることたくさんあって、うんうん、それはこういうふうにいろんな方に出会うっていうのも大事だし、うん、なんかそれができる人間だったら、どんな困難でもやっぱり乗り越えていける気持ちがあるんで、うんうん、まあ、その辺の考え方一つでもっとキャリアはつながっていくと思うし、僕の考えで言うと、現役中からもいろんな人の話聞いたり学ぶっていうのが大事だと思います。まあそうですね、僕もなんかこう焼肉屋とかホルモン焼き屋をベースにやってたんで、よう来たんですよ、人に頼まれて、プロの場合は野球選手上がった人がちょっと面倒見たって言って、で実際やったこともあって、全然もう最初の約束ともう違うこと、でも頼まれた人が先輩やったりすると文句言われへんのがあったりするんですよ、はい、それからもう一切関わらないっていうルールにしたんです。でまあもうそれからもう10年ぐらい経つんで、まあ自分のその決めたルールもちょっと変更してもいいかなと思いながらも、でも甘えは許さないよっていうか、そこをなんかすごい思うんですよね。一番はやっぱり契約金がドラフトで入ると一瞬ちょっともらえるから、普通のドラフト3位4位とかと、まあ5、600万もらって契約金4、5000万、まあ、一応もらうわけじゃない、先に退職金を。それでボケちゃってう人がまあほとんどだと言われてるんですよね。大卒で22歳で入って25歳ぐらいでクビになって、でじゃあ例えば俺と起きました、でじゃあホルモン焼きやろうっつって頑張りますって言って、まあ、体力はある、まず一つ、まあ、そこはまだ安心なんですよね。でじゃあやろうとした時に、だから一人でじゃあそれこそじゃあ町田で5坪の物件借りて1日の売り上げ5万円とかなんですよ、6万円で十分だと一人でやってたら、でも大体チェットこのお金は、そうなるともう話になれへんわね、うん、最初のもらっちゃうシステムがもしかして勘違いさせるかもしれないし、そうやね、J リーガーだと大体どれくらい、大体マックスで下金で500万ぐらいですよ、うん、もうどの選手も一律、あ、そうなんですよ。昔あったんですよ、そのいくらでもいい時期で、ちょっと栄養費なのかとかいろいろあったんですけど、はあはあ、ある時期にサッカーにも栄養費あったんや、であって話題になってたじゃないですか、一律野球でも、うん、であったんだけど、それが一律で決まってから、もうほぼその最初のスタートはもうほぼ一緒、マックスだから給料とそのあれ入れて1000万ぐらいがマックスです。野球って結構どのぐらいの最初契約年数か決まってるんですか。契約年数決まってないもん、FA になってから初めて契約年数やった。サッカーは最初からもう価値がその契約年数によって決まる感じ、スタートから、スタートから高卒でトップ選手で入って、高卒で5年契約とかも結構あるんですよ。うん、そうするとそれありがたい、人による、人によるクラブがその選手をめちゃくちゃ必要として長く結ぶっていうのもあるんですけど、うん、僕ら最初って代理人契約なかなか高卒の選手と結ぶ無理ないので、ね、うん、そこがまあクラブ側の主導権に握られてしまうっていうのはあるんですけど、でも、まあ、もう最近だとこう高校のうちから代理人をつけて
スタートの時期にもう最初にある程度自分がここまで行きたいっていうのを逆算して契約するっていう。そう、こんな2年活躍していきなり海外行くこともできるわけや。できます、オファーがあれば。だからよりサッカー選手とかその周りの人の代理人とかマネージメントとかその辺の会話の人が今すごくサッカー界に入ってるっていうのはそこが大きな理由。そうだね、野球から流れてるんやろね多分、うん、代理人が同じ人やってるもんですよね、野球は。そうだ、そこにサッカーはめちゃくちゃいて誰を選ぶかっていうのもこっち側の結構将来に関わる。そうやね、すごく大事な選択。代理人もサッカー選手選んでるしね。そうそうそのパーセンテージやもんね。そうそう、僕はJ1 でもやりましたけど、うん、こう日本代表クラスの選手、まあ、要は真ん中の J1、J2 をこう行き来するような人間だったので、ここの選手の引退後どういう活動するかによってまた彼らが安心してできたりとか、またこう J リーグに入ってきたいっていう子供がなかなかこの収入の面でいうとそんなにないんで、うん、不安してると思うんで、僕らができるのはそこかなっていうのは思います。田中さんは、まあ、ごめんなさい、ちょっと認識不足なんですけど、うん、いつ退団したんですか？去年の12月です、ね、が引退してで今はサッカーは引退クビなの？いろんなパターンがあって、僕仙台の時に1回戦力外受けて、うん、で東京のヴェルディに戻ってきたんですけど、うん、自分でスタートしたからね、自分でどうしても辞めたかったんで、うん、クラブにこう自分から言う形で辞めたかったんで、もうシーズン途中に引退しますと。おー、なるほど。来年の契約も本当あったんですけど、あ、今年か、うん、あったんですけど、まあ、自分の中で、ね、なんかパフォーマンス的になってきたのに、もうこれは自分がいることでマイナスになるような気もしたので。ただそれから、まあ、辞めて今もう仙台帰ろうとして仕事しようとしている、はい、そこは自分でゲットした。そうですね、現役中にチャリティーの活動とか、まあ、服とか、まあ、サッカー教室とかいろいろ FMG さんに手伝ってもらったりしながらやってきた活動を認めてくれた人がやっぱりまた方面にいて、うん、で自分がそこのなんか出会った人につきたかったんで、まあ、その人のところでやったかった。そんなんやと思ったら終わってまごる。なんか見てるもんね、ちゃんとね、うん、神様見てるっていうか、なんかちゃんとこうそこを見られてるもんな。そこをずっとこうコツコツちゃんとやってる人はうまいことこう拾ってくれるというか。もちろんサッカーもそこを中途半端にやったらそれこそサッカーの神様見てて、まあ、こいつにはゴールを決めさせないようなそうや、ね、なってしまうけど、そうや、ね、僕はそのプレイヤーとしては100やってプレイヤー以外も100でやるっていうふうに決めたんで、うん、うまくいったとは思うんですけ ど今それをやろうとしてる選手が 50% でやるっていうのだけは絶対ダメだと思って、ね、そこはアドバイスしてます。そうやな、それ言うて分かるんかな、サッカーの現役の子たち。なんかそのここの部分の活動は要はクラブのためになってるかとか、それから自分の利益だけに追ってるような活動だったら僕はやらない方がいいと思って、うん、その田村直也っていう個人にプラスアルファの活動がクラブ または J リーグの発展のためとか地域のためになってれば僕はやった方がいいと思うんですよ、うん、あまりにもセカンドキャリア見据えてそこに重に行っちゃって、じゃあ資金繰りがなんだって頭に行ってこっちがマイナスになるんだったらそれはもう本末転倒だし、何か自分のこのサッカー選手というキャリアに戻ってくるような活動だったら僕はめちゃくちゃいいと思ってます。ファンも増えるだろうし、僕の目標としてはいつかその育ったクラブチームベガルタ仙台と東京ヴェルディってチームにスポンサードとして入っていく、その自分の企業が入っていくとか、そういう恩返しの仕方を目指していたり。それすごいね。それ誰かやってると言ってるもんやな。多分サッカー界では結構いい。なんか川崎フロンターレさん、それすごい、すんごいのいてる。なんかそういうところまで目標を立てて一回離れて戻ってくるっていう動きは僕の中で理想で、うん、サッカーで作ったコミュニティが結局自分を形成している部分なんで、いつかそこには返さなきゃいけないなと思いますし、それに付随して今協力してくれてる皆さんのためにも、じゃあ果たして自分のノウハウをそこに伝えてお互いウィンウィンになるような関係を築くために現役中から動いてたっていうのがあるんで。なるほど。どこを見てるかっていうのが大事かな。なんか俺もその今からね、何年も前にその今でいうウィンウィンみたいな言葉が流行った時期があって、うん、20年ぐらい前に流行ったんですよ。で何でもウィンウィンだねって言うんだけど、実はこれ1個足らんなと思って、ウィンウィンウィンみたいな、もう1個いてるんですよね。その人との取引がなんかものなのかなんか分かんないけど、だ今度それを今度買う人がおったりとか、ね、消費者、そうそうそう、またはサポーター、そうそうそう、俺がお酒作っててお酒を買ってくれました
ウィンウィンですねみたいなんだけど、だからそれ飲みに来るお客さんを見てんのかみたいな、うん、そのとこちゃんと消費するまで見てんのかみたいなのを、いい話、ウィンウィンウィンって見るともう一個ちょっと世界広がると思うと、それありがたいです。そう、なんかね、そこで結構終わって、俺もそれで失敗したことがあって、うん、なんか物を売ってた時に得意先に売りに行って、会社の売りたい商品が売れる、で買ってくれた、会社で褒められる、で何で買ってくれるんやって言ったら、日頃から人間関係ができてますみたいな話になるじゃない、うん、でやっぱりそういうの大事だねみたいな、やっぱりウィンウィンだねってなるわけで、イエーってなんねんけど、うん、半年後にそのお店とか行くと、俺から買ってくれた商品がまた並んでるわけ、うん、え、誰も飲んでないやみたいな、誰も食べてないやみたいなって、そしたら俺との人間関係あるから買ってくれた商品によってその人の首絞めていることなのよ、在庫過多になってるわけだ、うん、それやったら一緒にそれを飲めるように提案するとか、うん、なんかどうやってこの6本買ってくれたやつを1ヶ月売れるようにするかのところまで、うん、もう一個向こうの人まで見ると、うん、なんかすんごい広がるんですよね。そ, そうやね、それなんかね、ミスりがちっていうか、うん、そこで満足してますよ ね, そ, うすね、それ以上あんまりないかなと思って、大体こう大体3社でなんか、うん、そういうものってまとまるんちゃうかなと思って、特に俺は飲食店なんか特にそうやもんね、誰かから俺は今仕入れる側やけど、前まで売る側やったけど、仕入れて最後のエンドユーザーみたいなのに食べてもらって、うん、あ、美味しかった、美味しかった、このフィードバックしてぐる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 回っていく、もっと作ってやとか、いや素晴らしい、素晴らしい、入ってきてや今車の中でミーティングしたでしょ、もうちょっと入ってきて質問形式してなあかんよね。津山さんってプロを意識されたこと、お兄さんのプロじゃないですか。そうそうそう、あのね、なんかこう経歴だけ見るとみんなよく言うんですよ、スポーツやってない人はプロ行かなかったんですかみたいな、一つ下の元木さんプロですよねみたいな、いやいやいや、あのプロ野球って当たり前やけど、毎年今なんか育成とかあるけど、当時ドラフト6位ぐらいまでだったのね、だから 6×12 球団で72名しかプロ入られます。それも高校、大学、社会人のベスト72しか入られへんわけ、入るわけないやんね。そう、取れる。そう、それもピッチャー何人、70人の中でピッチャーが何十人取って、 そんな土俵にも当然乗れへんし、ドラフト前とかにドラフト候補生っても出るけど、その何百人出んねんもん、それで、でその中から70人、そんなん普通に野球やって甲子園出たとか優勝したからといってもそんなん入れへんねん。やっぱり野球は団体スポーツなんで、テニスとかやって例えば高校で甲子園みたいに出てチャンピオンだったらね、やっぱプロってなるやろうけど、高校生の時からそういう感じ、客観的に見られてたんですか。そんなん、だから思うことがないよ、プロとかとかもう見えるってことがない。甲子園とか見えてたよ、絶対優勝したいとか、それはなんか そこっすかモチベーション的に。そう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 、でいけると思ってたもん、うん、いけると思ったし、優勝も絶対できると思った、で実際優勝候補、その春の選抜やけどまあまあ優勝候補一等やったし、近畿大会でも優勝して、まあそれはたまたま負けてもたけど、でもなんかそこがモチベーションね。大学まで野球続けた理由は、大学は東京に行きたかった、もうそれも一番のモチベーション。めっちゃ厳しい高校でやってたんで、大学ではいわゆるサッカーなかなかないけど、こういうのがないとこなくて、まあ、練習楽なとこで東京中央やからその情報だけ入ってくる、 あそこはやばいねとか、あそここれきついからとか中央大学が、まあ、一番安牌やってんけど、でも実際はもう安牌すぎて、やっぱりある程度厳しいところでやったから、ちょっとぐらい厳しいところ欲しかったね、もうちょっと刺激が、めちゃめちゃラップすぎたの。だからもう結局大学でほとんどやってない。あ、まあ、前練習出てたよ、出てたけど、もうそういうなんか試合出ようとか頑張ろうっていうのないから、はい、どんどんみんな試合出て、ドラ吉祥寺の夜の街へ出てみたいなそれが今に繋がってる。そうそうそう、それで吉祥寺見せしたいと思ったから。田村さんは高校の時に全国とか出られてます、はい、ベルディではその全国大会はいろいろ出てましたけど、それこそ一緒で、そのチームとして出たからって俺らがあの全員上がれるわけじゃないから、あ、だから国立が出るようなタイプじゃなかったんですよね、だからね。そうですね、まあ、その代表アンダー日本代表とかにはそんな入ってなくて、うん、自分が一番成長したのは大学時代ですかね、大学の日本選抜みたいな。中大って強かったの？中大はその関東の一部のそこそこ、まあ本当1人2人毎年プロ出ればいいかな。プロになるために大学に進学されたっていう。そうですね。
じゃあもうずっとプロにはなりたかった。プロになりたかったし、もう僕は それこそ逆に小3ぐらいからもうプロになれるって自分で思ってた。それがすごいよ。なれると思ってた。思ってました。うっせーやつ。すごい。だからお二人の共通点として、まあ、三山さんもキャプテンって言われているじゃないですか、うん、キャプテンやったからね、ずっと。で、田村さんもずっとキャプテンやられていて、ね、人をまとめるっていうことに対してすごく長けているお二人なのかなと。なんかこういうことを気にかけてます。そんなんないな、俺なんやろな。そういうの座右の銘みたいなもんなんもないしな。意識はしてなく自然とそうなってるっていう。自然やな。俺昔多分もう小学校2年ぐらいからもう変わってないもん。だいたい性格的に、うん、あのなんていうかな、はい集合みたいな、こうやってね、はい集合って言うタイプだから、ずっと今も、うん、で人にはい集合って言ったら行けへんもん。田村さんどうですか。そう、まあ、僕はもともとやっぱ真面目なんで、基本的にこう自分はその冗談とかは特に言わないんですけど、でもそのあえて自分を演じるっていうのは結構気につけてて、まあ、自分がもちろんやってることを言うのは大事ですけど、自分を作ってきたなっていうのは正直あります、僕の中では。まあ、キャプテンとしていなきゃいけない姿っていうのは自分の中で作って、それをみんなに見てもらった時にそれに影響を受けてほしいなっていうのをやってきただけで、だからその結構辛かったですよ、それは。やっぱり自分で嘘ついてた時もあったし。これであの仙台に帰りはって、はい、どんな生活の、え、まあ、ごめんなさい、結婚されてるんですか。結婚して子供2人いて、もう引っ越し、奥さんがそう、もともと宮城の人なんですよ、うん、で、まあ彼女は地元に帰るっていう感覚でいて、まあ、僕もこう東京にこう来る時に、まあ、奥さんに対してある程度の期間だけくださいと。なるほど。その後こっちで働くかそっちで戻るかはここの活動次第だっていうふうに言ってたんで、まあ、戻ることに対してそんな抵抗なくやるんですけど、平日は週5でこう、まあ、サラリーマンとして営業をやらせてもらって、土日でそのサッカーの動きがいろいろ決まってることと単発で入ってくることっていうので、街づくり、インフラづくりっていう面とそのサッカーで言ったらそこの教育部分を、まあ、ミックスして自分としての価値を上げながら街をこう良くしていきたいっていう。で、番組もう撮って、あ、そうですね、ゲットして、はい、これも本当にこう現役中に自分が発信してたこととか、うん、活動を認めてくれたり、まあ、自分がこうサッカーに対する戦術の部分であったりとか、またそのビジネス部分というか、その辺の自分の投稿を見てくれた方にお仕事をいただけたりもするようになったんで。あとなんかさすがにサッカーの戦術はなかなか分かりづらいけど、うん、やってないので。野球とかだと今自分でその BS とかね、その民放見た時にもう結果論で喋る解説者と、先にその首脳陣みたいな感覚で喋る解説者がおって、うちの兄貴はどっちか解説やってて、はい、ストップウォッチ持って解説しとったよ。でキャッチャーやから、うん、ランナー走りました、ピッチャー投げました、キャッチャー取りました、投げましたっていうのが、ピッチャーが何だったかな、足上げてかなんかリリースしてからのその秒で、うん、もう盗塁がさせるかさせないか自動もそこで決まっちゃってるわけ。キャッチャーの肩なんて知れてて、うん、取ってキャッチャーが投げるまでの間、うん、それが取ってから早いとかってなんねんけど、それを測りながらやってた。あ、今のはもう無理ですねとか。だから多分もうキャッチャーをかばうって言ったらおかしいけど、うん、何でも盗塁されると、うん、キャッチャーが悪いみたいなところあって、うん、今のはもう完全に盗まれてます、何秒だからみたいな、うん、そうそうそう、はいはい、それめっちゃ面白かったよ。そうそうそう、もうそれも決まってんねん、うん、取ってから何秒っていうのがそのキャッチャーの素早さみたいな、うん、プロ入る人がある程度肩とかも強いし、うんうん、はい、その辺で言うとその選手のリスペクトとか、なんでできなかったことに対する解説であったりとか、でそこに起きてる問題をじゃそれどうやったら解決できるかっていうことのアプローチであったりとか、うん、まあ、果たしてそれが正解かどうかは分からないけども、結果論、サッカーの場合って確率論なんで、うん、それをやったからって勝てる勝てないはまた別の問題になってくるんですよ、うん、だから戦術をこう試合後にどういうことが起きたからこうなりましたっていうのは簡単だけど、その試合中にいかにそれを解決するための策をどれぐらい持ってるかっていうのを、まあ、こっち側が、まあ、監督に対してもそうだし見てる人に対してもその分かりやすく伝えるっていうところを今勉強してて、そのなんか解説術みたいなのがに絶対ファンつくんで、コアなんつくんですよそれが。そうですよね。そうそう解説で試合変えるとかも結構聞くんで、確かにちょっとビビってます、ね、海外のサッカーとか田村のここを見るとこおもろいみたいな、そうそうそう、なっていけるようにそうやね、そうしてますね。それらの何、出る番組は何放送局の仙台放送です。仙台放送っていうのはどこ系列？
富士系です。富士系、はい、はいはい。そこにどんどん出てって、あとはスカパー解説も決まってたり、おはい、あとダゾーンに行くっていうのが今一番サッカーだと、そこに入っていきたいな。スカパーは何？ガオラみたいなやつで言うと、そういう番、なんかないの、あの、放送スカー、J スポーツスカちゃんとか、なんかそっち。うち兄貴もそのガオラの解説やつはずっと、ガオラっていうところが日ハムの試合を全部やってて、日ハムの試合はほとんど解説したね。で、なんか日ハムとどっかだったかな、フォードバンクなんかのほぼ決勝戦みたいなのがあって、勝ったら優勝みたいな。兄貴やっぱ日ハムを応援してるから、日ハムをずーっとこう密着でやってるんで、パッとその時小笠原やってんけど、ピッチャー投げましたよとか、兄貴が打てって言ってそれもう伝説やねコーチやんそれで、それ打ったんそれがサヨナラなんて、打てんってね。やつけよ。でもそんな面白いな。なんか本能が出てるのが面白いね。そうそう。あのなんかそういうのをなんか見せてるわけじゃなくて、今打てみたいなサッカーのな。松木さん的な感じですよね。そうそうそう。パフォーマンスじゃなくてね。本気本気じゃないや。本気は伝わりますよやっぱり。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねも押しといてくださいね。お願いします。お願いします。